南丹市立川編小学校は、かつて、京都府南丹市園部町船岡にあった、公立小学校。1872年学生令により、上川地村の寺小屋を、有業校と称し、天然小学校分校と定める。1947年川辺村、立川編小学校と改称する。1951年園部町と、 川辺村が合併し、その部町立川編小学校と改称する。2005年京都府医師会より、学校歯科保健有料校の表彰を受ける。2014年度末に実施される、南丹市の小学校再編計画に基づき、並行。統合後は、南丹市立その部第二小学校へ、バス通学となる。並行後、川辺振興会によっておいで中川辺として、運用される。 校舎正面にある身を尽くしをイメージした時計台が特徴。スクールビルディング京都ハット、小学校再編、市教委が初説明会南端、保護者ら質問。京都新聞。2012年7月13日閲覧。AB、学校のシンボル修復京都、南端の川辺省、今春廃校を控え。京都新聞。2015年1月28日閲覧。AB、 統合後も、和太鼓、合唱は継続京都、その部二章、京都新聞、2015年1月28日閲覧、南丹市教育委員会ホームページ、ありがとうございます。